あ？あったあった。あった？見た。はいさーい。はい、はいさーい。これから長野県の山に行き、毒キノコ、そう、ベニテングダケを取りに行って食したいと思います。イエイ。見えない。イエイ。そして今皆さんこの大都会、お分かりいただけるだろうか。この大都会。そう、東京から長野県に向かっております。皆さん見渡す限り山です。花札でいうとこの箇所10枚がすぐ集まります。箇所10枚、懐かしい。すごいな、トンビとか飛んでそうだな。トンビって久々に聞いたよ。ヤッホーって言ったら帰ってきただな。帰ってきただな、これ。長野県の御嶽木曽本宮っていうところに着きました。見てください、やっぱ自然はいいですね。最高。ほらやばいだろ。はい、長野県の山に着きました。着いたぞー。イエーイ。着いた瞬間に皆さん敵がいる、いっぱい。クリボー、クリボーがいますね。クリ死ね死ね、クリボー。あー、いた、クリボーだ。あ、すごい、クリ取れた。食べよう。美味しい？あ、いた。あ、でも栗の匂いする。食べていい？食べれないでしょ。飲み込んでみ。おおお、イエーイ、美味しそう。あ、くさ。渋い。美味しい？渋い。渋い。お、キノコいっぱい入ってる。キノコいっぱい入ってる。椎茸みたい。なんか何これ、病気かかってる。てか、なんか触ったらダメなキノコもあるよね、確かに。危な、危な、危な。どうする、食ってみる。食えるかな。犬がいたらいいけど、近くに。はこのキノコ美味しそうじゃんか。んキノコっていうキノコだな。ほんとだ、キノコっぽいキノコだろ。これ食えるやつだな、絶対に。食えるだ、これ絶対食えるやつだ。形が食えるもん。美味しそうだな。これ持って帰るか。これ持って帰るだけだろ。持って帰ろう、持って帰ろう。美味しそうだな、普通に。美味しそうだな。あ、持って帰ろう、持って帰ろう。普通にキノコみたい。あ、キノコってか、あれ栗みたいな。これキノコ、あ、栗茸だ、これ栗茸。うん、栗茸っていうキノコだ。栗茸先輩。ポケットに入れようぜ。よし、ポケット、ポケットの中いっぱいある。栗、いっぱいある。わー、はい、やばいさ。自給自足簡単でした。やばいな、マジで。ルンペンって言う。簡単。生組朝より簡単だな。誰もいないしな。映像では分かりにくいけど、ここハリ地獄。これクリボー、クリボーがいっぱいいるよ。ほら、やばいだろ、これ裸足できたら終わるだろ。やばいだろ、前見てごらん。ほら、クリが多い。沖縄にね、クリないんですよ。だからね、これこんな珍しいっすね、これ。ファイヤーボール。なんか掴めるぜ。ファイヤーボール。小さくなるか。ハリマッサージされた気分だった。刺さってるよ。やばいさ。デレ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 。いや、ほら白、なんじゃこれ。白キノコ、これ怖いな。これは食っちゃいけないけど、舞茸っぽい色、あ、形が。ほら、なんてキノコだろう。買えんだけど。買えんだけど。適当。危ないな。あ、高いぞ、あれ。マジで見せた。嘘だ。ほんと。ほんちゃん、こっから見える。見える、アップしてみて。これだろ。そうそうそう、もっと右。これ持っとくといける。皆さん、これ多分ベニテングだろ。見てみよう。やばいな、もう相手のボックスがマックスですよ。入らないですよ。持ち物いっぱい。やばいよ、両手が下がってる。あ、これ高いやつじゃん。あ、これマツタケか。マジっすか。あ、本当にマツタケ。マジで見せた。嘘だ。ほんと。ほんちゃん、こっから見える。見える、
アップしてみて。これだろ。そうそうそう、もっと見て。これもっと撮ってくる。皆さん、これ多分ベネテングだろ。見てみよう。騙されたな。これです。俺なんか今3人いるさ。うん、手分けして探して、2時間後待ち合わせしよう、ここで。その方が効率いい。珍しい。いや、迷子だろ。皆さん、今度こそ見つけた。こちら、この赤いの、これ、キノコじゃないかな。あー、くそ、またかよ。また葉っぱでした。今頭痛い、登山病。酸素が薄い。やばい。ベリテングダケっていうキノコをちょっと探しに来たんですよ。そうよな、今はな、今はキノコないぞ。そういうのはちょっと遅い。ちょっと遅い。うん、半月くらい遅い。キノコの気配がない。気配がない。みんな今はないぞ。はい、探したらあれそうです。準備会社すごい。あ、いいですか。いいよ。やった、ありがとうございます。そう、やっぱ山登りは旅がいいですね。旅の登りやすいですね。やっぱ地元の人は食べないんですか、ベリテングだけは。毒じゃ。毒ですよね。松茸よ。松茸、松茸も取れるんですね。ここって熊とかに出ます。え、出るんですか。何熊ですか。月輪熊。月輪熊出ます。熊が出たらまず胸ぐら掴んで叩き倒して、で鼻を噛みちぎる。逆に。これあれじゃん。何これ、え、触ったらダメだろ。あれじゃん、高いやつじゃん。あ、これマツタケだ。マジで取ってみ。あ、これ高いやつじゃん。あ、これマツタケか。マジっすか。あ、本当にマツタケ。あ、これやば。マツタケ、これマツタケじゃないわ。匂いさせて。金の匂い。あ、これマツタケ。金の匂いする。金の匂いだ。金だ。こう、壁キラーかけたいですね。それぐらい金の匂いする。やば。マツタケですか。マツタケ、うわー。もらっていいですか。うん、やったゲット。ありがとうございます。嬉しい。こう、松茸もあるんですね。最盛期ならあるんだ。最盛期ならあるんだ。あ、はい、はい、細い雑誌だ。はい、細くなる。へぇ、最盛期だったらこういった、こういうふうに太いの。あ、太いんだ。ここ、こういうふうに。へぇ、下が太いの。これ生でも食えるんですか。生では。へぇ、でもお腹壊しそうだな。あ、いいな。裂けるチーズみたい。美味しそう。はい、食中毒待ったなし。大丈夫だよ。美味しい。本当に。うん、うまい。美味しいよな。逆なしで美味しい。逆なしで美味しい。じゃあ、うん、あ、てか全部食べるんだよ。全部食べるんだよ。この辺まで住むか。綺麗だね、ムキノコ。来た。確定。確定。見て。ドア吹いそうだな。わあ。ああ。こんな知らんずんの。椎茸みたいですね。試しに食っていい。でかでかいでかいでかい。これでしょ、これ。これベリテングだけだよね。立派な大きさ。でか、うん、おいしそう。よっしゃ、これで帰れます。いえ、2個目ゲット。これで残機2個。これひどくない。うん、ここも
やばいぜ、うん、どうする？戻るか。戻る？トゥル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 戻ろう。赤いやつばっかりあんたたちは。これとかこれとかこれは食えるわ。食えます？これは食えるわ。そうなんですか？あと知らんぞ。これはあとは知らない。こんな腐っとるんだ。腐ってますから。腐ってんすかこれ？腐っとるさ。これはこれは何て木の子なんですか？じゃあこれはここら辺ではイクチイクチってアミタケってやつよ。イクチってやつよ。イクチカメだけ、うん、こんな知らんぞんな。椎茸みたいですね。試しに食ってみ。先ほど取ったベニテングだけと思ったんですけど、これね、毒ベニタケっていう毒ベニタケだね、キノコで、これはベニテングだけではないと。スタートからやり直しですね。はい、今ね、ベニテングだけは白看板の木にあると。近くに。で、キノコというものは太陽の光が当たってないとないらしいんですね。白看板ってどんな木？白看板は、うん、模様がね、あのエレキングとそっくり。エレキング？ウルトラマンの？そう、ウルトラマンのエレキングにそっくりさんっていう、もうほんとそっくりさん。嘘だろ。西の方に向かっております。あるのか。景色やばいね。景色やばいね。白看板を探して1時間。もう日が暮れてきました。やばいで。白い家にも反応してしまうな。白看板を探したくて。おお。ほら、よっしゃ、タイム。これエレキングでしょ。はい、これがね、白カンバですね。ここ近辺にあると。トマトみたいのがある。なんだろうこれ。おいしそう。もっとかな。やばい、寒くなってきたし、暗いな。暗くなってきた、やばいぞ。え、手分けして分かれよう。分かれて探そう。暗いし、もう無理やん。あったあったあった。あ、どこ？マジで？どこどこどこ。おこれだよな。見て見て。お、でかっ。後ろは綺麗だな。なあ、普通になんか飲めそうなんだが。ヘドロじゃないや、深緑の色してるね。すげえ。あ、怖いよ。ハハハ。でかっ、これだ。これだろ。でかすぎ。俺だ。ナイトショット、ナイトショットだよ今ね。聞いて、ほらこれでかっ。いくよ、撮るよ。撮って。ドゥ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 。素晴らしい。やった、長野県まで来てよかった。ゲットです。やっと帰れる。だから何時だからなの。これ見てください、もう真っ暗ですよ。長野県から東京まで持ち帰ってきて、早速ね、調理したいと思います。関東ってふやけちゃってますけど、多分腐ってますね。半分腐ってる部分は切り取って、うん、調理していきましょう。まずは水につけます。水につけます。これキノコの中にはね、あの虫がいるので、一度水につけて虫を出します。見てみ、この色やばくない？やばいな。腐ってるところを切って。腐ってるところはさすがに。おいしそう。おいしそう。おいしそうだな。しかもなんか水に入れた時はなんか、なんか汁、色が変わるんだよ。水の色が。あ、美味しそう。水を切って。すぐ切るか。まあ、あと逃げるよ。いや、まだどこが逃げる。でっか怖いもん。絞りすぎたらダメだよ。ドキドキするな。今から人が苦しむって考えたら。そんなことない。美味しい。俺は信じてるよ。いい音しますね。では料理が完成しました。こちらですね。まずこう松茸の方から。
松茸はね、本当に普通に美味しそうです。理由もペインティングだけですね、これ。この赤い部分がまだ残ってますね、これ。匂いは椎茸ですね。じゃあマリオメーカーで買った僕から松茸を食いたいと思います。これギャップやばいでしょ。松茸いきます。うまっ。うまい。嘘つくな。本当に美味しい。本当にな。美味しい美味しい美味しい。あの何？あの美味しい深い味が。嘘だな。あ、松茸とどっちが美味しい？美味しさはこっち。食ってみ。勝ったんだから。食ってみ。美味しい本当に本当に美味しいだ。食よ。うん。じゃあ超本当に松茸だ。俺美味しいと。美味しい。美味しい。美味しい。本当に美味しい。美味しいけど皆さんこれ食っちゃいけないものですからね。美味しいな。美味しい。美味しいな。本当に美味しい。やばいだろ。本当に美味しい。本当に松茸より美味しいと思うけど。美味しいな。美味しい。美味しい美味しい美味しい。ハーフサク。全部食っていいんだが。こっちは歯ごたえが下の部分が。でいい。幻覚見たい。長野県では塩漬けを3ヶ月ぐらいして毒を完全に抜いて食べてるそうです。それぐらい美味しいもん。けどね、本当に皆さんこれダメ、絶対食っちゃダメです。自己責任ですよ、ちょっと言ったら。そうですね、これね、怖い。確かに。完食。完食。おお、すげえ。完食。幻覚とかはないな、俺は。でもふわふわしてる感じがする。ちょっと、うん、そう、ちょっとふわふわ。ちょっとふわふわしてる感じ。ちょっとふわふわしてる感じ。そう。ほろ酔いって感じだね。ほろ酔い。ほろ酔い2巻目ぐらいかな、今。俺はなんか鬼殺しワンカップって感じだ。ワンカップ結構飲んでるね。結構飲んじゃってる感じ。